エビ名達夫は、横浜 DNA ベイスターズ所属の青森県青森市出身のプロ野球選手、宇藤右内青森市立の内小学校2年次から、柳井アンキースで軟式野球をスタート。青森市立東中学校への在学中に、所属していた軟式野球部で、KWB ボール、東日本大会優勝を経験した。中学3年時には、 青森県外の私立高校から入学を誘われていたが、実際には地元の青森県立青森商業高等学校へ進学した。青森商業高校への進学後は、公式野球部で1年次から遊撃士としてレギュラーに定着した。在学中には全国大会と無縁であったが、在学中の対外試合で通算31本塁打を記録。3年次には、 公式野球部が、東都大学野球リーグに加盟する、首都圏の私立大学や、県外の社会人野球チームから誘いを受けるほど、注目されていた。しかし、北東北大学野球リーグに加盟する、青森大学の公式野球部から、NPB へ直接入った、細川徹る保守への憧れが強く、結局は、細川と同じ道を歩んだ。青森大学への進学後は、 北東北大学野球のリーグ戦で1年時の周期から4番一塁手に起用。打率382リーグトップの9打点を記録したほかベストナインに選ばれた。2年時の周期にも一塁手としてベストナインに選出されたが3年次から外野手へ転校すると周期リーグから首相に就任。4年時の春期リーグでは10試合の出場ながら リーグ1位イの3本類打を放った。周期リーグでは打率406で首位打者のタイトルを獲得するとともにチーム16期ぶりの優勝に貢献。外野手としても4年次の春季と秋季でベストナインに選ばれている。2019年の NPB ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから6巡目で指名。契約金2500万円。 年俸750万円という条件で入団した。担当スカウトは自身と同じ東北地方出身の掛橋光則で、背番号は青森大学公式野球部 OB の八馬観点スカウトが現役時代に着用していた61。2020年には同期入団の新人選手から左投手の坂本優也と共に春季キャンプを一軍でスタート。キャンプの序盤に 左第四種の中節骨を骨折してからは2軍での調整を余儀なくされたためオープン戦に出場できなかった。レギュラーシーズンの開幕直前に組まれた練習試合から1軍へ再び合流。練習試合では通算で9打数ノーヒットに終わったが何か光るものを感じたというアレックス・ラミレス監督の評価を背景に チームの新人野手としては唯一の開幕1軍入りを果たした。6月24日に開幕2カード目の対中日ドラゴンズ2回戦で代打として1軍公式戦にデビュー。しかし、この打席で凡退すると翌25日に出場選手登録を一旦抹消された。抹消後は9月上旬までイースタンリーグの公式戦23試合に出場。通算で打率。 333、6本塁打、出塁率。419、長打率。667と好成績を残したほか、8月下旬から9月上旬にかけて4試合連続本塁打や6試合連続複数安打も記録した。9月8日に再び登録されると、同日の対阪神タイガース戦で、8番、右翼手としてスタメンに抜擢。 二日後の同カードでは、四回裏一種から代打に、起用されると、一軍公式戦での初安打、初打点をバックスクリーン直撃のソロ本塁打で記録した。高校時代の対外試合に通算で31、本塁打を放ったほどの強打者だが、内野手から外野手へ転校した大学三年時に、北東北大学野球リーグで春秋を通じて、タイトルを獲得できなかったことを機に、 打撃フォームを改造。それまで高かったグリップの位置を宮崎敏郎のように低くしたところ、4年次の春季に最多本塁打、周期に首位打者のタイトルを手にした。ロッテオリオンズや横浜対応ホエールズの投手として、NPB の一軍公式戦で通算57勝を挙げた実績を持つ、決断は甘い球を見逃さずに長打を放てる一方で追い込まれたら、 逆方向に打てるので、抑えるにはしんどい打者と評価している。ちなみに、宮崎とは DNA への入団を機に、チームメイトになっていて、入団1年目から1軍の公式戦で、宮崎と並んでのスタメン起用を経験している。身長が1メートル85センチメートルと、大柄ながら、50メートル走で6秒0というタイムを、手動計測で記録したほどの俊足と、 遠投で120メートルを記録したほどの強権の持ち主でもある。生まれてから大学を卒業するまでの22年間を過ごした青森県への愛着が強く、学生時代には県外のチームから何度勧誘されても青森から NPB に入りたいとの一心で県内に留まっていた。DNA への入団を機に県外での生活を始めてからも野球で活躍することが 地元の PR につながれば良いですねと語っている。毎年8月上旬に開催される青森ねぶた祭りでは、高校1年児から大学4年児まで夏季休暇中のアルバイトの一環でねぶたの引き手を担っていた。エビナによれば、背が高い人は中腰の姿勢で引き続けなければいけないので、正直なところかなり辛かったですが、トレーニングとしては良かったと思いますとのことである。 地元、青森の名産品でもある黒ニンニクが好物で、幼少期からおやつ代わりに食べていたほどである。DNA への入団を機に、青青漁へ入寮した後も、毎日欠かさず寮内で食べているという。ドラフト同期、同学年の伊勢タイムとのコンビはファンから、伊勢エビと呼ばれ、親しまれている。ありがとうございます。